カータレット軍はアメリカ合衆国のオスカロライナ州の南東部大西洋岸に位置する軍である。軍域の大半はクリスタルコーストに入っている。2010年国勢調査での人口は66,469人であり、2000年の59,383人から11.9%増加した。軍庁所在地は防法都庁であり、同軍で 人口最大の町はモアヘッドシティ町である。カータレット軍の軍名は17世紀イギリスの植民地領主ジョージ・カートレット教、あるいはその子孫で相続人である第2代グランビル伯爵ジョン・カートレットにちなんで名付けられた。カートレット家は植民地領主に指定された8人の1人であり、アメリカ独立戦争の時までその グランビル地区に対する権利を放置し続けた唯一の領主だった。ノースカロライナの現在の領域でイギリス人の両親のもとに生まれた最初の男性はジョン・フルフォードだった。フルフォードは1629年に後にカータレット軍となった領域で生まれ、この地域に入植し、1729年に死んだ。 ザニューバーンデイリージャーナル紙の1893年9月18日版に載った記事では、ホートの郊外、ストレーツと呼ばれる地域の墓地に、フルフォードの墓を識別し、イギリスのレンガで作られていると報じていた。1971年、カータレット軍歴史協会による調査で、グロスターのパイパーレーン近く、フルフォード墓地で、そのような墓を見つけた。今日、 フルフォードを示すような印は残っていない。カータレット軍は地域の東部カロライナ自治体委員会のメンバーである。この委員会には16の軍区が含まれている。2004年11月2日に行われた一般選挙で軍内の投票機会の異常により早い時間帯に投じられた4438票が失われるという結果になった。これは州全体で 農政委員を選ぶために投票されたものであり、当選者と自転車の得票差を失われた票数が上回っていたので、州選挙管理委員会は2005年1月11日にやり直し選挙を行うこととし、軍内の投票をしなかったものであれ、票が失われたものであれ、有権者18,500人のみを対象とすることにした。候補者は2人ともやり直し選挙の形式について、 訴訟を起こした。2005年2月4日、当初は第2位だったブリットコブの当選が決まった。アメリカ海兵隊防具補助上陸訓練場が軍の西部防具湾沿いにある。広さは875エーカーあり、東海岸唯一の海兵隊上陸訓練場である。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は1341平方マイルであり、 このうち陸地520平方マイル、水域は821平方マイルで、水域率は61.22%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。カータレット郡の自治体と、軍区郡内の公共教育は、カータレット郡公共教育学区が管轄している。学区内には幼稚園前、高校3校、中学校4校、 小学校休校である。ありがとうございます。